はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回、前回新春共振曲イベントやっていきました。今回は打って変わって、通常のクエストを進めていきたいと思います。まずはその前に桃トークですね。むつき、ベニア68、いいね。バックギャモン、ね、確かに。フラグ？お？あかんあかん、危険危険危険。バレてる。でかいな、この銃。本当？たくさん丸々をして遊んだ。お？まだバレてないってことか。で終わりか。あと3つは？いおり。ザストーリー。おー、やばい。なんだ？お、よりだ。自分が変態だったという。
お、どんとこいですということで、小鳥の絆ストーリーを始めていきましょう。説明や解説が必要ならですね、おかしい。そういえばスチール缶でもあったよな。缶コーヒーとかはスチール缶なのか、スチール缶だったはず。それはアルミ缶になってしまってんのかな。すごいな。説明や解説しすぎる感はある。報酬獲得です。モノトークまだ一つ残ってる。イオリですかね。何を言ってるんだ。また絆ストーリーがもう一個ありました。
大変だ。はい、これで桃トーク終了。こんにちは先生、ここでは過去の思い出を振り返ることができます。意外とイベント数が少ない。こんにちは先生、ここでサボろうとするなよ。私はいつも雨降るのかな。一個ずつだけやっていこう。これまだ30なんで無理ですので、1回ずつやっておきますかね。だんだんレベルを上げていきます。まあ今は無理だから、ストーリー進めていきますか。サボろうとするなよ。さすがですね。やあ、おかえり先生、今日の任務は何。じゃあ焼きますか。メインストーリーです。対策委員会編。これ別のものやっといた方がいいのかな。これをやっていきましょう。アビドス対策委員会。怖い怖い怖い、はるかが登場。ののみ、アコ、高速委員会を高速を違反したら逮捕される。
風紀委員会、対策委員会対風紀委員会ですね。さあ、こうどうする？これは対決だ。お、68。総力戦？あんたの目的はシャーレ、最初から先生を狙って。悪いやつだな。お？誰？やばいやばい、囲まれてる。ティーパーティー。お、ひふみだ。足匂い。おお。お、あるだ。あるのトップで、あるはベニヤ68トップですからね。さあ、どうする？あはぁ。対風紀委員会。あ、そうだな。本当にね。え？
本当？行きましょう。連合軍です。では気をつけて、やっつけに行きましょう。やはるか行きます。お、花火。お、突っ込んでる。克服させた、ナイス。え、なんでそこにグレーを。あれだ。突っ込んでいってる、正面から。さあラスト、倒しました。勝ちました。依頼解決よ。本当？まだやんのか。どんどん波状攻撃で襲いかかってくる。避難？ん？おひなだ。特段行動だったんだ、この。目の前にいる？何これ、ホログラムとリモートとと思ったらリアルでした。リアルに目の前にいましたっていうパターン。そうだったよな。はい、では続き
ってみましょう。星野先輩、星野先輩、頼りになる高梨星野。お、そう言ってみれば来た星野。言われてみりゃ呼べば呼べば現れるということで、星野が現れた。対策委員会、星野離れてていなかったんだよな。帰るだろうな。どうした？うん。だろうな。愛復委員会68は野放しなんかな。まあもしくは管轄外とか。
なんだろう。パデュミューソサエティティーパーティー。カイザーコーポレーション。いいな、いい笑顔。え、なんとビニア68ジエンド。行きましょう。あるかぬかを。え、捨てるの？それはない。もう元気ないよね。クライアントってカイザーコーポレーションか。怒ってる。かよこ。本当？本当？コンビニだ。光のすごい当たり方がうまいよな。先生だ。追われる身になってしまったからな、ベニア68は。まあいつかまた会えるでしょう、会えるでしょう。多分お、すごいなこの一枚絵。大将？あ、大将ってラーメン屋の大将か。よかった、すりむいただけ済んでよかったよ。ラーメン屋はな、そうだったんだ。ビドス高校自身がやばいよな。だからん？なんだろう。
行きましょう。詳しいな。よく考えいいよな。先生がいないとより困難だったろうな。誰が？お、すごいな、ここの学校の中。ん？お、問い詰めてる。お仕置き？本当？うへえ、気まずい空気が流れる。
だろう。部下の顔。なんだろう。奇跡樹、うん。え？カイザー。コンストラクション兼不動産カイザー建設かな、日本語で言うと。そういうことだな多分。そう、生徒会。会長？おお。砂漠か。なんとなく何か強いられてんのかな。担保にしたんだ。
うわ、えぐいな、その品。おい、なんとこの場所が欲しい。ママ、さっきはおじさんだったのに。どうした？
あ、バトルだ。さあ、準備できた。行くような場所だね。無駄だよ。こっちに集まって。仕方がうまいな。出る星野が。お仕置きの時間ですよ。うわ、スプレーヒッター。ラスト。まあまだ大丈夫だと思う。もう一個しっかりしてるし。OK。おー、効果的な攻撃だった。最後とどめ一発。最高の戦いでした。あ、戦うんだ。砂漠での戦い。こっち準備して。火力支援を始める。私に任せなくて。すごい構えになってる。ナイス。さあ、いよいよ取引やブラックマーケットオートマト。さあ、透明させるか。 OK、 勝ちました。
なんだこれ。バトル。さあ準備できた。間に合ったみたいですね。ありがとう。支援攻撃。天平に外れた。勝ちました。ということで、砂漠の中に、見えたカイザーの基地ですね。これを見るところまでで、今回は終わっておこうかと思います。確認した。私にお任せを。行きましょう。コールサインバニー04参ります。遮蔽物を確保。ターゲットを確認。わあ、
ック販売サービスが終わった。ぴょん、私は最高のエージェントですから。来るか？ボスに行くことも可能なんだ。バニーゼロフォー、さっさと参ります。準備完了。これでとどめだ。移動します。ピョンピョン。治療を開始します。ブルーバースト。お、なんだ？やっほー。ミショコボディとかボスは買ったんで。なんだスケジュールを調整できるって。あ、最初からか。ってことはもう3つやらなきゃいけない。心配無用です、バニーですので。潜入を開始します。準備完了。ファイヤー、私にも負けなくて。激しすぎます。ボタンにこれでとどめだ。攻略を始めます。少し息抜きとかも。これでもう大丈夫です。今回のミッションは上出来でしたね。ぴょんぴょん。私は最高のエージェントですから。来るか？来た。
OK。これがゲヘナ空気みたいな力だ。勝利しました。イエーイ。OK。ちょっとあと強化をして終わりましょう。やあ、おかえり先生。今日のに さすがですね。こんなにサボろうとするなよ。私がいつも見守ってるからな。ここでは先生がスケジュールを決められ、様々なスケジュールを選択して生徒さんたちと一緒に時間を過ごすことができるんですよ。まずシャーレのオフィスに移動してみましょうか。スケジュールを実行すると、そのスケジュールに参加した生徒さんたちとの絆ポイントが増加します。スケジュールの実行回数には制限がありますので、その点に注意しながら決めましょう。最初はスケジュールを実行できる回数がかなり限られていますが、行動力、ロケーションランクが上がるにつれて、よりたくさんの、そして様々なスケジュールを進めることができます。それでは今実行できそうなスケジュールを確認してみましょうか。ここで全てのスケジュールを確認できます。うまくスケジュールを行って様々な報酬や絆ポイントを獲得しましょう。ランクがいるんだ。いや、そんなことない。まだあくまでロマンに近いけど、いつか宇宙に行ってみたい。簡単ではないと。ご丁寧な先生、さまざまな授業よ。おかえり先生。今日の任務は何か増えたな。
優しい。いける。何者なんだろう先生って。しかも何々シュートバトルドーム、去ってしまった。その伊織から、ベストを尽くして成果を得る、当たり前のようだけど叶うと本当に嬉しい。先生の護衛は私の仕事です。これだけは譲れませんので。スキルか。よかった。オカメさんか。
無理だな。いつもありがとうございます。はい、先生。ねえ。すみ。強くなるにつれて、きちんと必要とされる人に慣れているのか。気をしないとな。いつも悩んでおります。星に多いな。いつも元気いっぱいの私ですけど、今はいつも以上に元気が満ち溢れてます。あえて私を選ぶなんて、これが戦略的に。はい、先生のご期待に応えてみせます。前よりもっと強くなれた気がする。ゆうか、こんな表現はあまり好きじゃないけど、お、いいですね。今の私、測定不能です。数値で感じられる結果というのは人をドキドキさせますね。体調が悪い人たちのためにもっと努力します。時でどのぐらいなら、まだ2しかないんだ。よう、おかえり。よう、おかえり。先生、今日の任務は何？こんなに食べられません。はい、ということで、メインストーリー、ボルワン2章、失ったものを手放さなかったもの、こちらの前編をやっていきました。次回は後編になるのかな。全部で多分20だと思うんで、次回を楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、旧ツイッター X ございます。ぜひアクセス、フォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。